こちらのマイカハンドメイドで使ってるファスナーは普通の色合いでした。今回は流行りの薄みカラーのファスナーを使いますよ。こんにちは、うさんこです。お元気ですか？今日はこちらの材料でファスナーは12センチでね、丸。ちょっと難しいけど可愛いポーチにチャレンジします。材料はこちら、表布、裏布で、サイドの布、筒状なんですよね、裏布で持ち手になります。ファスナーは12センチです。で、筒状ってドラム式バッグ、缶バッグみたいな感じです。サイズは17センチ×14センチ、17センチ×14センチです。で、円は7センチ×7センチ、ね、裏布も7センチ×7センチです。持ち手は4センチ×17センチ、4センチ×17センチです。ファスナーは12センチですからね、何色でもいいです。で、花柄は表布です。で、表布には接着芯貼っています。持ち手ちょっと張りが、ね、あるといいなと思って、全面貼ると硬くなりすぎるので半分ぐらい貼っています。まずは持ち手から作ります。紐状に折って、まあ、サイドを縫うんですが、こうアイロンかけるほどでもない、このね、ヘラみたいなもので、反対側はこう先の丸い目打ちみたいになってる、こういうのあると便利です。ホビーショーで紹介があったね、クロバーさんの新製品なんです。丸は外表に合わせて縫い代5ミリでまとめておきます。ただ普通にまとめるだけです。2枚用意してくださいね。で、十字に切り込み印を小さく入れておきます。ここポイントです。中心2センチ×2センチ、4センチ開けて持ち手を仮縫いしていきますよ。中心4センチ開いています。縫い代5ミリで仮縫いしてくださいね。次はファスナー、金具は下向きです。布と中心を合わせて、布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリのところを縫ってファスナーを縫い付けていきますよ。まあ普通のね、ファスナーの付け方と一緒です。裏布は中表に重ねて、表布の縫い目の2ミリ左側を縫っていきます。ここはね、何ら作業ねしにくいって思うことはないかなと思います。なのにね、裏布がこんなにね、噛み込んじゃってました。ちょうどこれいいですね、こう糸ビュって伸ばすのにもね、ヘラの反対側使えます。気を取り直して裏布を縫い付けていきます。まあね、失敗したって直せばいいんです。表布と裏布を重ねます。ちょっとこうヘラでね、あとつけとくと収まり良くなったりもします。ファスナーの際を縫い押さえますよ。縫い押さえたら反対側にもファスナーを縫い付けていきます。まず表布、布端から5ミリ、ファスナー端から5ミリを縫っていきますね。ファスナーの金具は開けたり閉めたりしながら縫っていきますよ。裏布を中表に重ねます。表布の縫い目の2ミリ左側を縫ってくださいね。こちらはファスナー金具を開けて縫い始めます。筒状になるので、ちょっとね、ファスナー金具の移動に手間取るかもしれませんが、まあ落ち着けば大丈夫です。縫えたら一度表に返して、表布と裏布を重ねます。で、ファスナーの際をこう縫っていきますが、まあこのタイミングでね、こうやってちょっとキュキュッとしてもいいです。一気に縫うのちょっと厳しいので、両サイドから縫いつないでいきます。一気に縫えればいいんですけど、ちょっと難しいと思うので、またね、反対側から、反対側はね、手縫いでもいいですよ。今回はミシンにしちゃうんですけど、こう、まあこう縫いつないで、ファスナーの際を縫い押さえてくださいね。ここ大変に感じる方は、両方ともファスナーの際は縫い押さえなくてもいいです。ちょっとファスナーのね、先が出てるので、切り揃えてジグザグミシンでまとめておきます。裏にしておきます。で、
ファスナーを中心に十字にこちらもね切り込み印入れといておいてください。こっちの開いちゃう方ここをね、ただ縫い留めておいてもいいし、タブお好きなサイズのタブを挟んでもらってもいいです。筒についてる十字、まあ1箇所はファスナーの部分ですけど、この、筒の十字と丸につけた十字の4箇所を合わせます。縫い代1センチで縫っていきます。ミシンだとねちょっと縫いにくさを感じる場合は手縫いでもいいですからね。縫い代1センチで縫ってください。ちょっとね、縫いにくく感じると思います。サイズが小さいんでね、これぐらいのサイズだったら手縫いでもいいんじゃないかなと思いました。早送りしてますけど、この部分縫うのに私 4,5 分かかってますからね、割と大変かもしれません。ご無理なさらないでくださいね。でもねここ2回目になるとねだいぶうまくなります。縫えたら端を切り揃えて5ミリぐらい、まあ切ってもいいかもしれません。切り揃えてジグザグミシンでつれ止めしておきます。まあねいい感じにできました。残り反対側です。で十字に合わせて縫い代1センチで縫っていきます。ファスナー部分が返し口になるので開けておいてくださいね。やっぱ先ほどよりねこちら側の方がスムーズに縫えました。同じく切り揃えてジグザグミシンをかけてほつれ止めしておきます。ジグザグミシンでこのままでね終わりにしてもとても綺麗ですよ。バイアステープでくるむならくるんでもいいんですが、私はこのままできました。完成です。わーい、できた。あっという間にできるんですけど、丸の部分はねちょっと難しいですね。まあ、練習すればね良くなりそうな気がします。ちょっと斜めてるような気も、まあ、するようなしないようななので OK にします。ものすごく綺麗に縫えてるわけじゃないですけど、これぐらい縫えればいいかなってしておきます。結構ね中も入るんですよね。ちょっと気持ち持ち手が長かったかなという気がします。17センチじゃなくて15センチぐらいで良かった気もうっすらする。お好みでこんなねリングとかつけてバッグにつけてくださいね。円は5センチになっている予定です。皆さんもぜひ一度作ってみてください。本好評発売中です。見てみてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。ミグラテールでエッセイ連載中です。 X インスタグラムもあります。うさんこチャンネルで検索してみてくださいね。ホビーショー寄せ縫い参加してくださってありがとうございます。とっても嬉しかったです。ではまた別の動画でお会いしましょう。じゃあね、またね、バイバーイ。